マオマオ役の結城葵です。マオマオを担当させていただいてからもう結構な月日が経つんだなと、何作も演じさせていただけていてとても嬉しく思います。そうですね、なんか最初マオマオを担当させてもらった時はもう本当にこの宮廷ミステリー特有の漢字の難しさとかに翻弄されるのと、あとやっぱマオマオのこのロート音差にこのバランスが、でもキャラクターデザインはすごく可愛らしくてみたいな、このこうバランスがすごく難しいなって思いながらやってたんですけど、今はもうそんな彼女の虜だなと思っています。あとはもう私はこう今回もね、本作のヒロインジンシ様が可愛かったので一ファンとして、ウハウハしながら、収録させていただいておりました。なんか女子トークとかになるとよりマオマオのね、なんていうんですか、ロート音感が際立ちまして、馴染めないけど場には一緒にいるみたいな感じがね含めて、こう女子もキャイキャイしてて可愛いななんて思いましたね。はい、なんか何でしょう、これからもまたね演じる機会があったらいいなーなんて、思ってみたり、ぜひぜひこれからも、薬屋の独り言を応援していただけたら嬉しいです。人士役の桜井孝弘です。オフの人士だったので緩くて、楽しかったです。ストーリーもガールズトークと高級ミステリーというこのギャップがいいですね。本当あんな感じだったんですかね、ガールズトーク、わちゃわちゃしてて可愛らしいななんて思いました。マオマオの毒気が僕は好きなんですよ。ロートーンの中にこう波立つモノローグみたいなね、こう結城さんの技を、堪能させていただきました。そして睡蓮の衝撃、他の現場でもちょっとあったことあるんですけど、これよくキャスト表見てください、これすごいですからね。はい、聞きどころ満載、そして最後にはちょっとお腹が減る作品でしたね。毎回ちょっとお腹減るんですよね、お話聞いてると。美味しそうだな、フグ。僕は白子食べたいです、またこうやってですね、ドラマ CD という形で皆さんにお届けできて本当に楽しかったですし嬉しかったです。何度も何度も聞いて味わってください。ありがとうございました。どうも、ガオ俊役津田健次郎でございます。今回もですね、淡々とゆるくでもなんだか楽しくみたいなね、そんな感じのお話だったりはするんですが、やっぱこのちょっとゆるい感じとかっていうのはすごく心地が良いですね。この作品ならではの、なんかこうゆるく聞いてる皆さんもですね、ゆるくクスッとこう来る感じみたいなのがあるのではないでしょうかね。台本読ませていただいた時に、あ、そういう面白さだなやっぱりなんていうのをね、感じて台本読んだりしてました。結果ね、どうだったでしょうね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。またこうして皆さんとお会いできるの楽しみにしております。津田健次郎でした。ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんにちは、李白役の匠康明です。演じてみての感想としましてはですね、なんか大型犬というね、キャラクター説明をね受けまして、頑張ってみたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。もう裏表のない感じがね僕はもうすごく好きで、またいつかやれたらいいななんて思っております。ストーリーについても、ガールズトークとねいうタイトルの通り、なんかもう妄想全開トークでねすごく面白かったですね。せっかくなんでね、いつかボーイズトークもねやってみたいなと思うので、皆さんスタッフの皆さんぜひねよろしくお願いいたしますということで、僕の周りでもすごく話題の作品で出られて本当に光栄でした。また李白を演じられる日を楽しみにしております。これからも薬屋の独り言と一緒にね応援していきましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは、この度ラハンをやらせていただきました小林千明です。このストーリーなんですけども、まあちょっと妄想チックというか、普段の薬屋の独り言とは打って変わって面白いシーン、いや笑えるシーンっていうのがいつも以上に盛りだくさんになっていると思うので、多分原作ファンの方からしたらすごく薬と思える内容が詰まっているかと思っております。すごく楽しいストーリーなので、ぜひ皆さんご視聴ください。ありがとうございました。はい、ヤブ医者役の尾形充です。今回は前回に引き続き
ヤブ医者をやらせていただきました。前回同様可愛くやってみたつもりです。また今回はリハクラハンに負けないように全力を尽くしました。今回はガールズトークということで、普段男子が聞けないようなトークですよね。リアルにはなんか聞いてるとゾッとするような内容なんですが、こういうドラマになると面白おかしく聞けるんじゃないかなと思います。今コロナ禍で、大変で、ぜひこの作品でですね、のどかな華やかな雰囲気をぜひ味わってください。